くりすると思う。はい、本当にびっくりしたと思います。絶対知ってる。そうですよね、絶対知ってます。絶対知ってる。ではどうぞ。はい、こんにちは、ゴルフ7チャンネル高澤奈々江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。嬉しい、奈々江さんです。可愛い。で、前半はですね、前半9ホールはゴルフ7チャンネルさんでコラボをさせていただいておりますので、そちらでもたくさん質問だったりとかお話もしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、これから後半はこちらのリーゴルフでラウンドをしていきたいと思います。はい、いや後半風がね出てきて、そうですね。ちょっと寒くなっちゃったけどでもまあ元気よく頑張っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあマニンちゃんなんで、はい、今日はさ、いろいろ教えてもらおうよ。ナナエちゃんはさ、はい、YouTuber としても全然ほらマリンちゃんよりも長いし、うん、あとインスタグラムとかもフォロワーさんとかすごいから、うん、そうですね、ちょっとナナエ先輩に教わりながらラウンドしていきたいと思います。では先に打っていきます。はい、そう。すごい傾斜に傾斜ね。吸い込まれた。大変。怪しい。右足危険ですね。危険だね。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然大丈夫ですね。内緒です。内緒です。え、すごい面白い形してる。プリンかわいい。あ、そうなんですか。なんかで、なんか意外と使いやすくて。かわいい。そう。はい、じゃあ出発します。残り145ヤード、4番ユーティリティで、左怖いんでちょっと右目に打ちます。頑張って、バンカー通って戻ってきました。あー、セーフセーフ。ナイスです。63ヤードです。アプローチで打ちます。おお、ナイスです。狙いすぎた、やばいやばい。
腰にカップ外しすぎた。惜しい。です。です。前半さ、ナナチャンネルの方でさ撮ったじゃん。ナナちゃんすごいよね。いやすごい。あの力強い。回し方がさすごくない？あ、そっちもすごい。そう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 。本当に。本当にね、だって普段はあれでしょ、自分でカメラもやって、うん、ほんと3人とか4人とかだもんね。そう、最近は結構セルフ撮影が多くって、だからなんだろう、やっぱ忙しくて最近の動画は あんまりトークができてなかった。だから今日いっぱい話せてすごい個人的にはめちゃくちゃ満足してた。なんかさ聞きすぎちゃったよね。こっちでなんか聞くことあったっけなぐらいなんかさ聞いちゃったよね。グイグイ。そう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 。いつも会話が取れなくて、そうラウンドしながらだと。でもすごい、カメラして、うん、カート運転しておしゃべりして、うん、ショットしてってマルチタスクすぎて。ね、だからさ、そうね、マリンちゃんもね今さ、うん、リンゴルフでさ。うん、出てもらってさ、すごい今日あれだったんじゃない、なんかこう学べたというか。本当にたくさん刺激もいただいたし、もう学ぶことが本当に多かったです、ね、はい。そうそう、でまあほらあのナナチャンネルの方でもいっぱい聞いたけど、でもまだ聞けてないところとかもあると思うんで。そうですね、うん、聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ちなみに私実はリンゴルフ以前一回出させてもらったことがあって、はい、かなり前なんだけど、そうなんですか。そう、知らなかった。オークビレッジ、はい、でなんかそのなんか割と難しいって言われてるゴルフ場を、女子3人で挑もうみたいな企画に呼んでもらって、実は出てます。じゃあ視聴者さん覚えてるかもしれないね。そうですね、あの時のみたいな感じかもしれないね。そう、嬉しいですね。今とスイング全然違うかも、もしかして。あ、本当ですか。うん、七重さん の成長ももしかしたらそれ、ね、分かっちゃうかもしれない。さっきの七重さん の、ね、あの動画でも七重さんがすごい努力型だっていう話をしてたので、その努力が過去と比べて分かっちゃうかもしれないので見てください。ぜひ、はい。めっちゃ距離あった。160あった。届かないけど、これでします。5番ユジ。そう、思ったより違った。残念。から打ちたいです。いや右すぎ。持ってきて、持ってきて。ああ、うん、ミスしちゃった。悲しい。悲しい。悲しいね、これ。
うん、OK です。じゃあ勉強になります。一緒にラウンドさせてもらってて。七重さんってなんかどういう活動をされてるんですか？今は、はい、やっぱりなんかそのゴルフを始めてからは結構ゴルフ系の仕事が多くなって、はい、そのゴルフ番組に呼んでもらったりとか、うん、あとは温泉の撮影も割と昔からやってて、温泉のリポーターとか温泉のモデル、そうだから結構、はい、なんか箱根の温泉とかでみんな調べた時に七重ちゃん出てきたみたいな、すごいホームページのモデルとかもやってたりしてて、よく目撃されてる。すごいマルチに活躍されてる感じですね。最近っていうか、うん、そうして YouTube もされて、そう YouTube はそう2年ぐらい2年前、そうでもゴルフの方がね長いからね、先輩です。でも本当に七重さんから今たくさん学ばせてもらってるので、本当にぜひ見てください。七重さんのチャンネル、なんかあれですか、イベントとかにこう呼ばれた時のもちょっと YouTube で撮ったりとかもしてるんですか？あ、そうですね、なんか撮ってもいいよみたいな許可が降りたものに関しては撮らせてもらってて、この前なんかのプロアーマーカップに出させてもらった時に、はい、すごいなんか YouTube も撮影したんだけど、もうほんと楽しくて、はい、そうベストボールだからなんか、ね、4人で1個打っていくからスコアもいいし、女子プロの方とも会えるしみたいな、すごい、そう楽しかったあれはもう本当に毎回出たい。いいですね。うわ、楽しい、うん、出たことある？ない、あ、ないです、出てみたら多分めっちゃ楽しいってなると思う。すごい憧れですね。そんな場所に行けたらもっと上手くなって行けたらいいなって思います。はい、まあ、そういう様子がね、あの、うん、7チャンネルで見られるんで、あ、ぜひ、ね、はい、そうですね、見てほしいです。はい、チェックしてください。チェックしてください。はい、ということで、そうですね、はい、12番ホール、うん、パー3ですね、いきましょう。パー3だ、はい、ちょっと上げてます。46度です。すごい、いいかも、ベタピン近いかも。わ、すごい、ちょっとあの時よりもレベルアップしてますね。そうですね、あの時よりも進化してるかも。私もピッチングで打ちます。あ、大変、ちょっとなんか、うん、おかしなことになっちゃう。大丈夫大丈夫、前に進んでるから。あ、大丈夫大丈夫、実践してくれてる。そう、ちゃんと学習しましたね。学習した。さっきあれもちょっと7チャンネルさんの方で、そうだね、何のことかよくわかんないよね。何のことかわかんない人は7チャンネルさんチェックしてみてください。で、マリンちゃんって 青色好きなの？確かに、今日めっちゃ青いですよ、ね、そう。でも、まあ、マリンだからなのかなと思って。なんか初回からずっとなんかネイビーとかを着続けて、うん、マリンルックですって言い続けて変わり映えしないコーディネートばっかしてて、イメージカラーね、青くなりつつあります。刺さっちゃう、どうしようかな、刺さらしていくしかないけど。
スです。ありがとうございます。すごい、もう七重さんがベタピンでしたね。難しいバーディーパット。なんかこれでもいっちゃう気がする。惜しい。しかも結構いった。ナイス。ナイスです。完璧に。